患者同士でないと分かり合えないことってありますよね。気持ちを話すだけでも楽になりますし、前向きな意味で話し合って、励まし合って、治ろうね、絶対良くなろうねっていうふうに、言い合えるといいなと思ったのと、日本全国で2003年に調査した段階で100万人とも言われているんですね、患者さんがいると言われているのに、おおよそ10年間私誰とも会わなかったんです。まあ、自分があまり外出しなかったのもあるんですけども、でもいるはずなのに出会えないですよね。みんな引きこもらざるを得なくて外に出れないですから、会いようもないですね。会ってお話をしてみたいなと、少しでも勇気が出るかなと、孤独じゃない、自分一人じゃないって思えるだけでもいいな、いいかなと思ったんです。実際患者さん生活する中でもっと身近な情報が欲しいんですよね。で、私自身がそうなんですけども、ここの歯医者さんは、ここの皮膚科の先生は、ここの内科の先生は化学物質過敏症を理解しようとしてくださっているよっていう情報だけでも助かるわけですね。あと例えば街路樹に農薬散布があるみたいですよとか、ここの公園はいついつ農薬散布があるみたいですよ、ここのお店は割とこう安全なものが食べられますよ、そういう情報があったら外出する勇気も出るし、機会も増えるし、すごく安心して医療も受けられるしっていうようなことをずっと考えていたんです。なんで作ってみようかっていうことで会を作ったんです。この後どういう会にしていきたいですか？少しずつ会員が増えていって、ご家族も含めて避難できるような場所を確保できたら、みんなで使えるようなそういう施設を持てればいいねっていうような感じですね。それと会としてその知ってくださいっていう活動をする中で、間違って精神科で治療を受けていらっしゃる方とか、更年期障害で治療を受けてなかなか治らないとか、病名を知らないから、全然他の違う治療を受けてずっと苦しんでいらっしゃる方結構いらっしゃるとは思います。はい、診断を受けるためにはどこの科を受けるかって言って、やっぱり病名をね、知らないとそこにたどり着けませんよね。病名が広く知られることで早く診断を受けられるようになると思うので、もっともっと病名が広まるように頑張って協力し合って活動ができたらいいと思います。一緒にやっていけたらなと思います。一方で患者の会を立ち上げた後、はい、市民の方を前に語る場を設けましたよね。はい、それはどんな思いからだったんですか？その知ってもらいたいっていう気持ちですね。こういう病気があるということを知っていただいて、化学物質は何とやっていうことを考えるきっかけにしてもらったり、皆さん誰にでも発症する可能性があります、だから今一度考えてみてくださいっていうことですね。それとなってほしくないです、誰にも。なのでならないようにしてほしい、それを伝えたい。患者の皆さんが求めるものとしては何を望むんでしょう？はい、そうですね、まずはとにかく診断できる病院を各県に一つでいいから作ってほしいです。症状が重すぎてなかなか病院に行けないっていう人もいらっしゃいますので、とにかく各県に一つは化学物質過敏症を診断できる病院を作ってほしいっていうこと、それとシェルターとなる患者さんがどうしても苦しい時だけでも構わないので、どっか逃げ込めて、1週間なり2週間なり休める場所、安心して休めるようなそういう施設が欲しい。できればやっぱり点滴療養ができるようなそういう施設がやっぱり各県に一つは欲しいです。
最後に、はい、平田さん今51歳、はい、この先のまだ長い人生、はい、どういうふうに見ていますか？この病気に関しては最初から絶対治るって思ってるんです。治すですかね、絶対治すっていう気持ちが強く、まさかここまで患うとは、10年経ってもまだこんな感じで患うとは本当思わなかったですね。でも楽しめなかったことを少し楽しみながら生きていきたいなと思っています。絶望はしてないです、はい、発症した時に感じたあの絶望はないです。努力は惜しまないつもりです。回復するための、治るつもりで日々頑張っています。今週シリーズでお伝えしている人権インタビュー2日目の今夜は、愛媛県に住む日野美奈さんのお話でした。聞き手は松山放送局の中澤明アナウンサーでした。中澤アナウンサーはこの収録にあたって日野さんから指示された通り、洋服を洗濯したり髪の毛や体を洗ったりして極力化学物質を取り除いて自宅に伺ったということです。この病気、特効薬はなく完治も難しいとされています。化学物質過敏症という病気なんですが、日野さんをはじめ患者の皆さんの戦いの日々は終わりません。なんとかこの病気から解放される日が来ることをお祈りしております。3日目の明日は、魔法が解けてもシンデレラでいたいと題して、性同一性障害野原直子さんのインタビューをお送りいたします。聞き手は岡山放送局の三条正幸アナウンサーです。